世界を救うためにひたすら釣りをするミレニアムクエスト、始まるよ。ということで今回は、ミレニアムクエストの隠しダンジョン、新魔王ニーカ討伐 RPA です。行くぞ！魔女を拾うでたらすぐに海へと繰り出し、調べるコマンドで釣りをします。今作では、主にアイテムの入手方法が釣りで釣り上げることです。釣れるアイテムには様々な種類があり、使用するとレベルを99までカンストし、HP と MP を全回復できる長靴。ただし、2回目以降はレベルは上がらずに HP と MP だけが全回復します。また戦闘中では使用できずフィールド上でのみ使用可能ですね。HP を全回復してくれるウナギ。MP を全回復できるゴールドマグロ。使うと HP と MP を全回復できるラストエリッチャー。以上が回復アイテムとなっています。そしてステータス上昇アイテムで、最大 HP をプラス500できる大の焼き物。攻撃力をプラス20できる誰かの水着。防御力をプラス10できる昆布。以上がステータスアップアイテムです。そして低確率でスミレさんを釣ることができます。スミレさんとの戦闘は逃げることができないので、RTA 中に釣ってしまったらリセットしです。釣りの運がいい時に限ってスミレさんまで釣って何度リセットしたか。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。表ダンジョンと違って、裏ダンジョンはボスの連戦があるから、回復アイテムはしっかり釣り上げておこうね。個人的にはうなぎかラストエリクシャーが合計で4個、レベルカンスト用と回復用に合計2個は欲しいかな。まあ、このゲームはほぼ釣りの運次第なところがあるから、チャートとかあんまり組めないんだよね。釣りまくった分ステータスアップアイテムで捨てが高くなって回復アイテムが少なくて済むパターンもあるし。視聴者は兄貴たちは新魔王ニーカちゃんは無事に倒せたかな。プレイ時間を自慢してみよう。撃つとやろうや。かなりいい流れで釣ることができましたね。ほぼ3分でラストエリッチャー2個、うなぎ1匹、長靴2個、スミレさん0人でした。おほう、この釣り運は激アツ。洗ったてのシャツ。さて、ここからは釣り上げた生きがいいアイテムを使っていきます。先にタイの焼き物で HP を上げてから、長靴でレベル99と全回復するのを忘れないでください。少しでも回復アイテムの消費は抑えるんじゃ。ダンジョンに入ったら明かりを消しつつ、宝箱のラストエリクシャーを回収するよ。ここで焦りすぎて明かりを消し忘れるのもあるあるですね。明かりを全部消してからネルちゃんに話しかけると、ネルちゃんの戦闘力がアップしてるよ。ということで強化されたネルちゃんとの戦いです。長靴を使用し、レベルがカンストしているなら攻撃をしているだけで勝つことができます。明かりが消えてると誰か気づかず本気を出すけど、明かりがついてるとアリスちゃんだと気づいて本気を出さない説好き。ということで魔王ニーカさんとの戦闘です。現在の HP が1万を超えているので回復なしでもそのまま勝てますね。あ、ミレニアムにも穴はあるんだよな。ということでケツな穴確定した先は裏ダンジョン。なんとなく左に光の剣がある予感がしたので回収していこう。光よ。ドラマ切ります。光の剣を回収するとアリスさんの攻撃力がアップするので必ず回収しましょうね。ちなみにそこに1マスだけ海があるから釣りができるよ。罪防止だね。さて、裏ダンジョンを進むと小雪さんが立ち塞がります。ここからは安定重視で、1ターン目にマジカルバリアで敵の攻撃力を下げ、2ターン目に大キルトでアリスさんの攻撃力をアップさせましょう。その後はひたすら殴ります。ちなみにさっきの光の剣のことは、倒した後に小雪ちゃんがヒントをくれるよ。まあ、倒さなくても回収できるから2周目以降は先行回収安定だね。さて、お次はノアさんとの戦いです。できる限り回復アイテムは温存したいので、戦闘前回復はせずに挑みます。ステータスのばらつきが毎回大きいので火種具合を確認して戦略を立ててください。戦闘終了後に長靴で全回復します。先に進むとネルさんとの再戦です。先ほどと同じ行動で殴れば負けることはないです。初見プレイだとこの辺りで回復アイテムが釣ってくる頃だと思います。唐突な連戦。頭が。戦術の勝利だ。さて、いざ真の魔王との戦。ということで、新魔王ニーカさんとの決戦です。新魔王ニーカさんは今までのようなただ殴るだけでは勝てません。エルマーの最終定理で強烈な打撃を与えてきます。エルマーの最終定理はガッシュのうんこてんてんのイメージしかない。攻撃力を下げても2000から4000ぐらいのダメージを与えてくるので、しっかり回復を忘れないようにしましょう。よし、このまま押し切れそう。ああ、カタストロフィー理論ってなんだよ。カタストロフィー理論で攻撃力を上げたエルマーの最終定理は6000以上のダメージです。これもう頭いいを通り越して頭悪いでしょ。ギリギリ撃破。ということでここでタイマーストップ。記録は6分25秒でした。
完走した感想ですが、激うま王道ギャグ、運要素でかすぎー。これも映りの結果次第ですねー。あとスミレちゃんを釣っちゃうと RTA 的には全滅かロス確定なので、やめてー。でもこのタイムはかなり早いんじゃないかな。多分これが一番早いと思います。もし抜かれたら何でもしてもいいよ。私ともあっち向いてホイをやるべき。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォローをよろしく。あと今回のサムネは人とセリンさんにお借りしました。ありがとなす。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。